おはようございます、こんにちは、こんばんは、豆腐です。ってことで今日も元気にサカツクやっていきたいと思います。よろしくお願いします。さて本日ね、何をやっていくかという話なんですが、今回はですね、よく意見でいただくですね、無課金とか初心者とかってどのタイミングでどのガチャ引いたらいいのっていうところをですね、私なりの感覚で答えていこうかなと思います。ってことで早速やっていきましょう。さあちょうどですね、25周年アニバーサリースカウトも来ている中で、無課金だったり初心者の方、まあ初心者の方でもがっつり課金できるんだったらね、強いガチャ引いていただければいいんですが、なかなかねガチャにお金かけれないよっていう方が、どのタイミングでガチャ引くべきなのか、どのガチャを引くべきなのかっていったような話をしていきます。さあもうね、すごい極論を言わせていただくと、だいたいどのガチャもソシャゲなので、まあ、持って1年ですね、環境は。はい。おそらくね、中央突破、ジェラードが使われることで、フランス染めなんてね、もう一切使われないでしょうし、ポグバとかね、この時にいたポグバだとか、ライトウィングのエムバペなんかもね、全く使われないでしょう。全く使われないと思います。はい。で、例えばポゼッションで言っても、おそらくね、もうブラジル染め使ってる方は誰もいないでしょうし、まあ、アルテタ監督がね、前線すごく自由が利くので、ネイマールだとか、あとはカカーだとかはね、使ってる方いるかなとは思いますが、それ以外のところはどんどん使われなくなっていっているでしょう。で、サイドアタックもそうですよね。はい、ジダン監督が来ているからもうイングランド染めを使ってる方はほとんどいないでしょうし、それは同じようにカウンターにも言えますよね。はい、ってことでですね、例えばポルトガル染めが来たのなんて、まあ、1年ぐらい前かな、もうちょっと後か、半年1年ぐらい、多分そんくらいですよね。2周年の後だった気がするので、でイングランドは去年の7、8月ぐらいかな。で中央突破、オスカニール監督、パサイレ監督のアルゼンチンが、まあ、空10とかですよね。でポゼは、まあ、大体10ヶ月ぐらい前、ってことを考えるとですね、持って1年ですね、1年持つフォメコンはまあないです。だいたいね、8ヶ月から10ヶ月ぐらいで1個また環境が変わっていきます。でそうやって考えるとですね、正直そんながっつりどのタイミングで言えたところであんま変わらないよねっていうのが正直なところで、例えば今回ですね、まあ、25周年記念ですごくガチャを引かせてもらえて、キャプテン特徴鬼重選手が来たことでね、オリバーカーン3敗とかしましたよね。マンシャフトの闘魂なんて誰が使うんやということで、はい、悪くはないんですよ、自らのチーム選手全員のパスカットチューアップ、悪くはないですが、もうね、ジェラードのキャプテン特徴が化け物すぎますし、この程度のキャプテン特徴だったらもはや鬼重選手でよくないみたいな、そんなような感じさえします。まあただ鬼重選手そんなめちゃくちゃねキャプテン特徴強いとか一戦級ってわけではないですが、それも1年前に来ていたカーンはね、大体そのレベルの選手と同等近くなってしまったっていうことですね。はい、もう鬼重選手、ロゼ選手とか今回ちょっと特別ではありましたが、まあ、そのような感じで環境が変わっていくと、ここでやっぱり一つ考えなければいけないのが、じゃあ強いガチャを追っていけばいいんじゃないのっていうところもあるんですが、ガチャの引き方ですね。今はもうステップ10まで引くことでワンサイクル、 3600GB ないのであれば引かないことをお勧めします。よっぽど始めたばかりで GB 全くないけど、どうしてもこの選手が欲しいとか出なかったらもうリセマラするつもりですみたいな人は引いてもいいかもしれないんですが、そうじゃないんだったらね、正直100連できないんだったらやめた方がいい。ステップがやっぱりある中で、ステップのね、あの前半戦って、前半の方ってあんまり正直いいわけなくて、後半の、例えば今回25周年見ていただいたら分かりますが、60%、70%で1人確定と、自由な限界突破の枠が1つ。こういうものをとにかく手に入れたいので、100連が前提。で、300連まで貯めなくていいと私は思います。っていうのも、一つのフォメコンを強くしても SWCC では絶対勝っていけないので、300連をやってしまって、じゃあ次ガチャ引くのが1年後ですとかだったら、1年に3回100連を引いた方がいいかなと思います。母体さえ確保すればですね、あとはちまちま時間はかかりますが、限界突破していくのは不可能ではないので、なんで1年に3回100連を引いて、
1年に3人貫突を作るぐらいの感覚でいいのかなと思います。うん、本当はねもっともっと貫突作れればいいんですけど、なんで例えば今回のこのリバプールガチャ300連して、全員は絶対無理ですね。絶対ではないけどほぼほぼ無理。まあじゃあオーウェン、ジェラード、アリソン、ファンダイクで、あとはファビーヌ、サラグラが貫突したとしましょう。頑張ってね、300連引いて、まあ、この中央突破が3敗になったらどうするのっていうところだし、あとそのオーウェンなんてそうなんですけど、センターフォワードラインブレーカーが必要ないフォメコンどうするのっていうところもあって、そうやって考えていくとですね、300連はさすがに厳しい。それだったら今回100連引いて、まあジェラード、オーウェンね、まあ、どっちか出なかった方を100連目のチケットで交換して、3周年のところでまた100連して、でその間に例えば戦術ガチャ来るなら、まあ、それは引かなくていいかな。うん、私は戦術ガチャ派ですけどね、あとじゃあそれこそね、ちょっと前に戻るのであれば、ちゃんとレアルのところで100連引いておくとかね。はい、でそれぞれのフォーメーションでキャプテン特徴とかキーマン特徴の強い選手は持っておく。ジェラートもそうですし、オーウェンもそうなんですけれども、彼らの持っているキーマン特徴とかキャプテン特徴って、彼ら自身を貫突しなくてもチームに対しての影響何も変わらない、強いっていうことは変わらないので、なんでこの母体だけ確保しておくっていうのはすごく大切だなと私は思います。ジェラード、オーウェンなんかね、まさしくそうですけど、っていうことを考えるとですね、100連で母体確保の方が無課金には結果的に SWCC いい順位出せるかなとは思います。はい、でじゃあここでまあもう一個最後の問題なんですけど、でも言ってもジェラードより強いキャプテン特徴の選手来るんですよねって話です。それ来ます。まあ、ただね、ここまで強くなっちゃったら次どのレベルが来るのとか、チーム全体のパスカット、マーク、タックル、特大アップとかになるのかなとかって思いますが、ここまで強くなっちゃうとちょっとあれなんですけど、絶対いきますよね。じゃあ例えばサネッティがそうだったように、だいたい8ヶ月ぐらいでジェラードになってますけど、いやもっとか、10、11、12、1、2、3、4、あでもそんぐらいですよね、6ヶ月、半年ぐらいか。でサネッティもね、ジェラードが強いって今一応なっていて、もっともっと遡っていったら、もっともっと他のね3敗になってしまった選手がいるわけですが、ここでね1個ね、私がね今回一番伝えたかったところになるんですが、好きな選手を引きましょう、自分が。そしたら後悔しないから、本当にねここが大切だと思います。例えばリバプールどうしても好きだったら、リバプール染めて、もうそのリバプールだけでいけばいいんですよ。サッカーゲームなんでね、好きな選手使って好きなチーム作ってなんぼなんですから。強さだけで毎回やってたらちょっとつまんないし味気ないので、ただそこでやっぱその好きな選手だったら、その選手よりも強い選手が出てもその選手を使えるじゃないですか。いやこいつ引かなければよかったなって思わないし、後悔することもないし、サカツク引退することもなくなるので、私は好きな選手を引くことをお勧めします。ただね、ただ一個注意点があって、いや俺どうしてもね、ジェシー・リンガードが大好きなんだわと、リンガード出るまでピックアップスカウト引いたろみたいな、それはちょっと待ってくれっていう、ピックアップスカウトとか、あとはグッドチョイススカウトもかな、ここら辺はねちょっと一回待機してほしい、ここら辺ちょっと我慢してほしい。引くのであれば、この、まあ、アニバーサリースカウトとか、スーパースターレジェンドとかね、レジェンドフェスとかね、ああいうもので引いていただけたらなと思います。なんで今で言ったらもちろんね、25周年アニバーサリースカウトだし、あと2、3ヶ月で来るであろう3周年だし、そういうところにね、焦点を当ててガチャを引いていく。ただ、そこで好きな選手がいるところに引くと後悔しないのかなと思います。例えば私は今リバプールのね、私結構そのイングランドがそもそも好きなので、ジェラードも本当に実は欲しいんですけど、もしもここでこれ引いちゃって満遊染めが来た時に、絶対後悔することがもう目に見えてるんですよね。ただ満遊染めで引いて誰も出なかったとかならあれですけど、ちゃんと欲しい選手が何人か出て、でその次に満遊と同じ戦術で満遊より強いフォームが来ても後悔しないんですよ、私は。はい、ってことでですね、こんな感じでまあ、ガチャ決めていっていただけたらなと思います。100連が前提になってきているっていうところは頭に入れてほしいのと、1つを300連するよりは、オレンジ特徴を、生かすためにできるだけいろんな戦術でオレンジ特徴を持っておきたいから、300連はバラでやる方がいいかなということ。
あとは、それでもやっぱり強い選手が欲しいって悩むんだったら、その中でも好きな選手を引けば、より強い選手が来た時にちょっと後悔しないかなということでですね、今回の動画こんな感じにしたいと思います。私自身がね、カーン使っている中で大西木選手が来てしまい、カーンのキャプテン特徴がね、せっかく無課金が頑張って先日ガチャ引いてカーン当てて喜んでたのにいらなくなっちゃったっていうことで、残念な思いはしているんですが、ぜひぜひね、少し、ガチャ引くときに考えていただけたらと思います。ってことで、ここまでご視聴ありがとうございました。皆様の駅ゲームライフに乗ってます、豆腐でした。バイバイ。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録を済みでない方は、グッドボタンを押してないよって方はね、ぜひぜひやっていただけると私の励みになりますので、お願いいたします。もしよろしかったら次の動画もね、見てってください。それでは皆様の良きゲームライフを祈っております。豆腐でした。バイバイ。